南極大陸、はい、南極は生きているのかもしれない、うん、というように、うん、氷が流れ荷揚げした荷物が流出、うん、それも一度ならず二度までも、うん、まあ見ててね、はい、結構学習能力に欠けてるんちゃうかとは思ったんですがまあね、何もかもが初めてなんで仕方ないといえば仕方ないかも、うん、しかしそれにしても前回のエンディングで四方を氷に塞がれてしまって身動きが取れなくなり大ピンチのソーヤが今回あまりにもあっさりと脱出に成功してめでたしめでたしっていうのはね、さすがにちょっと拍子抜けはしてしまいました。ただ見事上陸に成功してもはや戦後ではないっていうあの場面は感動的で、そして昭和基地の建設、はい、でもその所在が東オングル島であって南極大陸ではないっていうのはこれは新たな発見でしたね、はいはいはい、ただまあ島といってもいわゆる氷床でつながっているので南極大陸へは歩いて渡れるわけでね、まあある意味南極大陸にある基地といっても差し支えない程度でね、はい、ちなみに昭和基地に関して公式サイトの南極大陸豆知識によると、はい、第一次越冬隊が過ごした昭和基地はパネルを組み合わせて作った現在でいうプレハブ建築、マイナス40度以下の気温、風速50メートル以上のブリザードに耐え、なおかつ建設の知識のない観測隊員でも簡単に組み立てられるものと考案され、さらに南極では釘が使えないことを想定し日本古来の木組みを使用。でちなみに昭和基地付近の平均気温はマイナス11度ぐらいでね、ただしブリザードが吹くと体感温度はさらに下がるため、マイナス11度よりも低くは感じるそうですが、もう分かれへん、そこまで行ったら寒いからただまあこの程度であれば、はい、実際にね、はい、南極大陸部分のロケは北海道の根室で行われたわけですが、はい、十分にそれぐらいでね、あり得るわけですよ。マイナス40度っていうのはさすがにないでしょ。まあ北海道での最低気温はそれ以上記録してると、はい、記録してるんですよ。ただまあ南極大陸はね、はい、もっと中心部分に行けば、はい、それこそマイナス80度とかね、80度、もう何のこっちゃ分かれへんすね。ねえ。寒いとかっていう問題じゃないでしょ、その辺だったらね。そういう意味では、うん、まあ昭和基地のある位置というのはね、はい、南極大陸でも本当に一番外側端っこですから。うん。まだマシ。マシなんですかね。ねえ、で、もう一つ気になる存在の犬ぞりに関しては、はい、特にカラフト犬っていうのは犬の中でも寒さに強く持久力があると、はい、でまあ犬は本来人間に従いやすいために用いられたとされてるんですが、はい、現在は生きた動物や植物などの持ち込みが環境保護に関する南極条約議定書によって禁止されていて、犬ぞりを移動手段として使用することはできない。ところで日本隊にとってカラフト犬の犬ぞりが必要だった大きな理由というのは、南極観測事業は全て国産品、日本単独という方針があったため、はい、つまり雪上車も当然国産でなければいけなかった。はい、ところが、うん、国産の雪上車というのはまだまだ黎明期ということもあって、はい、性能が良くなく、はい、氷の状況が良くなければ使えないという欠点もある。なので雪上車は荷物の運搬では活躍したんだが、南極を探検するということにおいては犬ぞりに頼るしかなかった、ねえ、まあね、未知のところにね、はい、不安な雪上車を持って行って、うん、帰れなくなったりしたらどうしようもない。そうですね。だからこその犬ぞり、ね、で、まあちなみに、はい、ドラマではねガス欠というエピソードがあったわけですが、はい、実際にはガス欠ではなくて、ガソリンに含まれる水分が凍りついたせいで雪上車がストップしたというトラブルが越冬開始後の探検ではあったそうで、そんなこともあったんですか。まあなんといっても、はい、これ実話ですからね。そうですよね。で、そのどの部分を今回ドラマ化するかっていうのがポイントで、はい、まあ今回はガス欠ということになったわけですが、はいはい、まあ本来はこんなヘマをする人はいなかったと、はい、まあある意味モデルにされた人がまあいるわけですが、俺やがなってモデルしてもらう
うん、ちょっとおいおいとね、思ってるかもしれない、はい、そして今回の主役となったのはね、はい、あの犬ぞりを引く頼みの犬たち、はい、しかし使い物になるまではなかなか一筋縄ではいかなかった、はい、ねえ、あのリーダーのリキが風連のクマに怯えてしまってね、はい、戦闘を切って走ることができなくなった、はい、ただ最後にはね、はい、リキは完全と風連のクマに襲いかかって、はい、見事にリーダーシップを発揮するようになるわけですが、はい、うん、なかなか壮絶なシーンで、はい、本気でね首根っこをですねガブリと言ってた、はい、ね、はい、ドキッとするシーンでしたが、しますよね、あ、当然、はい、怪我をしないようにと、はい、一部は本物そっくりの人形を用いて撮影。なるほど。まあ、よくできてますからね。うん、できてましたね、あ、うん。しかもカットごとに使い分けるっていうことをしてたんで。わかりにくいですね。まずはね。うん、そういう意味ではね、はい、華麗なる一族の時のイノシシよりは、いろんな意味で技術も進んでましたが、ね。そして気になる視聴率なんですが、はい、初回さすがの 22.2 から 19.0、はい、さらに 16.9 と下降戦、ついには家政婦のミタや妖怪人間ベムに抜かれてしまいました。あらら、ということで、はい、南極大陸果たして視聴率的に巻き返しがなるかどうかも含めてこれからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい、はい。